ちょうど3年前に初めてパリでオートクチュールのコレクションを発表して以来、キム・ジョーンズにとって7シーズン目となるフェンリークチュール。今シーズンも、旧証券取引所ブロニアールミアの会場には、ゼンデイア、アデル・エグザルホプロス、リース・ウィザースプーン、韓国のソン・ヘギョ、日本からはトゥワイスのミナなどのセレブリティがフロントローに顔を揃えた。床も壁もシルバー意識のメタリックな空間に現れたファーストルックは、 ベアショルダーの黒いシンプルなシースドレス。シルバーに輝くクロコダイルのパンプスとダイヤモンドをあしらったミニバゲットがアクセントとなっている。カール・ラガーフェルドが抱いていたフェンディのフューチャリズムにインスパイアされました。このコレクションでは、体、シルエット内のシルエット、人物、そしてクチュールの手仕事が未来の中心にヒューマニズムを据えています。 精密さと情緒を同時に表現したいと思いましたと、アーティスティックディレクターのキム・ジョーンズは今シーズンのコレクションについて語っている。コレクションは、体のラインにしなやかに沿う極めてシンプルなスカトラシルエットに始まり、ストリクトなカッティングのタイユールのスーツやコートドレス、シルクの薄布を重ねたテントシルエットの軽やかなドレスを経て、スカトラへと回帰する。黒からブラウン、白、ベージュ。 ブロンズからペールピンクを経てシルバーに至る色使いのドレスには小さな美獣のようなバッグと共にシルバーのシューズが合わせられているもう一つ目を引くアクセサリーはホワイトゴールドのフレームにダイヤモンドをあしらったアイウェア細く長いシルエットにフューチャリスティックな印象をプラスした